ユリ成人直子さんはカシミールの漫画作品。月刊コミック電撃大王で2005年5月号から2014年4月号まで連載。掲載誌ではほぼ毎回刊末に1話6ページで掲載された単行本前後巻。ユリ星からやってきた宇宙人直子さんが引き起こす騒動をシュールな言語センスやユリ、BL、幼女といった 独特のネタを中心に描いたギャグ漫画である。担当声優は OVA 版のもの。アニメーション化されていないうちにモザイク WAV 制作による電波ソング調のオリジナル主題歌が作られ、これを収録した特典 CD が単行本一点二巻書回版に同梱されていた。作品内で不可能とネタにされていたアニメ化は、 単行本第三巻初回特典でに実現している。単行本初回版に特典 CD が付属。発売時点では別にアニメ化はされていない。単行本初回版に特典 CD ロムが付属。相変わらず、発売時点ではアニメ化されていない。デスクトップアクセサリー、ドリークロックは幼女キャラクターたちが時間を知らせるという珍品。二千十年十二月十日発売の 第3巻同婚 DVD に約6分のアニメが収録されたほか、アニプレックスと u f o テーブルが出かけるアニメ文庫レーベルの第1期作品として2011年11月5日より1週間限定プレミア上映のほか、2012年2月15日にブルーレイおよび DVD が発売。いずれも共通。ありがとうございます。